あなたたち。あ？またか。そろそろ突っかかるのはやめてくれるとありがたいのだがな。違うわよ。ん？あなたたちって地球から来たんでしょ？どうしてそれを？わかるわよ。カズマもその一人だし、何よりあの人を前の世界に送ったのって私だもの。その話をもう一回。だから私は神様としてカズマを地球から呼び寄せたの。ここに来る前の世界に魔王討伐のためにね。神様として？そう、私女神だもん。マジか。貴様が、え、貴様が存在 X だ。スバル君。ターニャ君、待て、待つのだ。止めないでくれ、アイズ君。なに、ちょっと怖いんですけど。怖いだと？存在 X ともあろうものが情けない。だから存在 X って何よ。黙れ、この神を自称するペテン姫。ちょっと状況わかんねえけどストップ。なんだ貴様、邪魔をするなら。ターニャさんよ、あんたの世界で何があったか知らねえけども、あんたがキレてる対象は多分こいつじゃねえよ。彼の言う通りだぞ。君をその世界に送り込んだ神、自称神こと存在 X だったか。そいつと彼女が同一人物だと本当に思えるのか。確かに全く違うだろう。はあ、そうだった。ここはたくさんの世界が絡み合っている場所だったな。アクア殿、失礼した。はい。神を自称する者に過敏になっていたようだ。でも私前から言ってたわよ、私は女神だって、ずっと。え？ああ、言ってたぞ。あまりに女神っぽくないから俺たち脳に染みてなかったんだわ、多分。そうかも。それひどくない？いや、こんなに残念な自称女神に冷静さを失うとは。私もまだまだだな。ほんとひどっ。アインツ様、アインツ様。ああ、お前たち今そっちから地鳴りみたいな膨大な魔力を感じたよ。一体何があったのかな。いや、それは召喚が冷静さを失いました。アインズ殿とスバル殿のおかげで今は落ち着きを取り戻しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。まあ、みんなが無事ならいいんだけれど、君の魔力に当てられて何人かが気絶しているんだよ。貴様ら、精神力が足りないぞ。いや、多分こいつらはいつものあんたを知ってるからこそこうなっちゃってんじゃないの。トラウマとかさ。うん、そうかもしれん。だがそれでも許さん。無視し、私女神なのに、女神って信じてもらえなくて、信じてくれたと思ったらなぜかギレられて。そうだな、アクアは頭のおかしくて自称女神のアークプリストだもんな。ひどっ。こっちも無視し。間違えた。それにしてもあの力、ユグドラシルで言うと第8位界より強いだろう。あれを間近で受けても平然と立っていられるあの男。一体どれだけの精神負荷の中で生きていたのだろう。